様です。お疲れ様です。お疲れ様です。やっほー。暑いです。暑い。暑いね、もう。本当にやだ。毎日あのね背中によく汗かくんだけど。そう。もう汗もができてる。みおちゃんすぐ汗もできちゃうから。毎年汗もできちゃう。はい、ということで今日は立川に来ております、私たち。イエーイ。立川遠い。遠かったね。遠かった。電車ずっと乗った。でもゆっきーね、立川ね、結構来てたの。なんで？あのね、学校のマラソン大会で。そう、昭和記念公園ありますよね。そこで走ってた。来てた、だから立川のサイゼ。そうなんだ。学生時代。今日はマラソンをするんですか？違います。ないです。嫌です。こんな天気で。走りません、今日は。今日は。何をする？何するの？あれですよ、やっぱこのユッキーとミオといったら、この2人といったら爆発です。爆発です。爆発です。今日は喫茶店に来るために来たんですか？はい、はい、やっぱりここいい喫茶店ですよ。爆発するには喫茶店から始まるんです。明けましたね、梅雨明けたね。この暑さはね、夏到来ですよ。3、4日ぐらい続けて晴れだもんね。うん、だって35度とかだよ。まだ梅雨明けてないみたいですよ。え、明けてないの？明けてるよ。梅雨明けちゃったね。うん、明けたよ。これは爆発だ。爆発だ。梅雨が明けちゃったから爆発だ。バーン。あれとか違うか。低いや。気づいてますか？気づいてますか？気づいてますか？皆さん爆発してます？何なんですか爆発って。いやもううちらさっきからもう超爆発しまくりってるんですよ。どういうことですか？つまりアートです。アート。アートとは心。その作品の作者が生み出した心の中を描いてるそのものがアートなんです。なぜ立川に来たと言いますと、立川駅の立川ファーレの小さな区間の中にはですね、109個ものなんとパブリックアートが置かれてるんですよ。109個。そう、それは聞き筒ならでまぶしい。すごいね。109個はすごいな。じゃああとはイメージ映像でお送りします。これはそうですか？かわいいですね、これは。かわいい。これもだね。あ、絶対そうだ。これも。何なんだろう、これ。何を示しているのか全くわかりません。だから、これはアートです。はい。あ、これもじゃない。あ、すごい。これすごいね。これもですよ、絶対。鏡で。鏡で映し出しているということですね。だからこれもアートです。はい、はい、次。そしてこちらはもう絶対そうだから。作者の名前が書いてあるんです。これなんだろう、木かな？木だね。木をかたどったやつ。これもアートです。アートです。これも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 。うわあ、爆発してるぞ、爆発。でもちょっとこれはわからない。中がこれって言ってるから、本当だ、なんかの換気扇っぽい。換気扇です、これは。見てください。じゃあ、これがアートです。爆発だ。爆発だ。これ色合いも可愛いし、何かの貴族とか、貴族じゃないや、民族かな。じゃあすごい。女子どう？うん、今日なかなかいい感じ。いい感じ、私もいい感じ。今日のヘビの調子いい感じよ。今日緑なんだね。そっちは？オレンジかわいい。あ、これもアートじゃないですか？これ。あ、本当だ。面白い。階段だ。面白い。これが面白い。これいいね。でも怪我しないように、ちょっとこれがあるのがいまいちですね。登れないようにする。アートだと分かって、誰も登らないようにみんながすればいいけど。なんか面白いね。面白い。初めて来たけどさ、なんかしかもいちいち物に説明が書いてないのがいいなって思う。あ、いいよね。わかるそれ。そういうあざとさもないし、見る人の想像を豊かにするっていう作戦もあると思うから、そこに関してアートは本当に素晴らしいと思います。爆発してます。バン。これもアートだね。きっとこの人はみんなただの石に見えるけど、全然石じゃないんですよ。これ石にも表情があるからね、何これ。これが欲しい。ここバッグね、欲しい。すごい。ちゃんとすごい。バッグしかも多分あれもアートだと思う。すごい。何？眩しい。いやー、楽しかったね。楽しかったね。みんなもなんか立川に来て、これを108個、109個か。そう、100個。を探す価値あると思います。あるある。作品によっていろんな表情があるからね。これ誰でも受けんのかな？なんかユキも段ボール作品置いちゃってもいいのかな。でもパブリックアートってことはさ、いいじゃん。ポンと置いてもいいってことなのかな。いいけど多分、風とか雨でぺっちゃんこになって、確かにここの区の人が撤去しに来ると思うよ。ちょっとゴミだと思われちゃう。だからうまくコーティングすればね、置いてもいいんじゃない？なんか作りたくなってきちゃった、いろいろ。いやー、今日はたくさん爆発しましたね。何回も爆発したけど、爆発しましたか？爆発って何ですか？だから爆発は芸術、つまり芸術は爆発、爆発は芸術だから爆発なんです。わかりますか？わかります？芸術は爆発、そしてライトも爆発。もう本当に次の7月25日の私たちのワンマンフライトも爆発するように楽しいフライトをしますので、皆さん恵比寿ザ・ガーデンホールで会いましょうね。お待ちしてます。ちなみに芸術は爆発だって誰の言葉だか知ってますか？知らない。あ、なんか偉人の言葉。ゴッホ、バッハ。